さん、こんにちは。現在パリに移住している女優のアンさん。アンさんにとってこれまでの人生は波乱万丈なものであったことは間違いありませんが、東出昌大さんの妊娠中の不倫はかなり大きなショックだったのではないでしょうか。そこで気になるのが、アンさんの母親渡辺由美子さんの存在、父親の渡辺謙さんや元夫の東出昌大さん、お子さんの情報などは見聞きしますが、肝心なお母さんの存在が薄いようです。ここではアンさんと母親渡辺由美子さんの現在の関係や、またアンさんのフランスでの再婚についてお伝えしていきます。2002年、父親の渡辺謙さんと母親の渡辺由美子さんが別居。この別居は、母親の渡辺由美子さんに多額の借金があること知った渡辺謙さんが離婚を申し立てたことがきっかけです。アンさんの同級生の保護者を含む知人50人から約2億円もの借金をしていたこと、同時期に浸水していた宗教団体に約2億5000万円の大金を振り込んでいたことが分かったのです。渡辺さんが離婚を求めた理由はこの借金でした。アンさんの同級生の親に約2億5000万円の借金をしていた母親の渡辺由美子さん、その事実を知ったアンさんは別居開始時に父親の渡辺謙さんについていきました。離婚の裁判で母親の渡辺由美子さん側の弁護士は、渡辺謙さんはこれまでに有名女優9名以上との不倫の事実があるという証拠を提出、これまで潔白だと思っていた父親の渡辺謙さんの不倫の事実に衝撃を受けたアンさんは、母親の渡辺由美子さんについていくことを決めます。その後、アンさんの親権を勝ち取った母親の渡辺由美子さんでしたが、約2億5000万円という多額の借金だけが残ってしまいました。約2億5000万円という多額の借金を完済したのは、娘であり女優のアンさんでした。2001年からモデルとして芸能活動を始めたアンさんは、アナスイ、ルイ・ヴィトンのコレクション、ノンノ、オッチ、晩餐館、天国と地獄、天地人、華麗なるスパイなど数多くの作品に出演。2012年には日本テレビ系グルナイのコーナー、グルメチキンレースゴチになります、13で初めてのバラエティ出演も果たしました。翌年、2013年秋放送の NHK 連続テレビ小説ごちそうさんにオーディションなしで主演に抜擢されたアンさんは、母親の渡辺由美子さんが借金をした相手方に弁護士を通じて手紙を送ります。手紙の内容は、あなたにいくら借りていましたかというシンプルなものでしたが、借用書のない方にはいいねで尋ねました。連絡のつかない人もいましたが、返事のあった方には即お金を振り込み、借金は完済。アンさんはこれまで働いてきたギャラをコツコツ貯め続けていたのでしょう。アンさんの責任感が強くて泣けますね。ちなみに、この約2億5000万円もの多額の借金の概要を時系列でまとめると、渡辺謙さんが1989年に急性骨髄性白血病を発症。主役になるはずの映画「天と地と交番」、夫婦で宗教団体釈尊会に入信、約2億5000万円の寄付金を入金。若村真由美さんと渡辺謙が不倫関係に。若村真由美はその後、釈尊会教祖と結婚。渡辺由美子さんの借金が2億という金額に膨れ上がったのは、渡辺謙さんが1989年に急性骨髄性白血病を発症してからでした。夫婦で釈尊会に入信したというのも、わらにもすがりたい、ご夫婦ともにそんな思いだったのでしょうか。しかし、離婚裁判では、2億というお金は渡辺謙の女性関係をもみ消すために使ったと母親の渡辺由美子さんは主張。その一方、渡辺謙さんは母親の渡辺由美子が多額の借金をしていると主張し、泥沼の離婚裁判へ発展します。約2億5000万円もの大金が誰に送られ、何に使われたのか、今となれば真実は闇の中へ消えました。アンさんは芸能事務所トップコートに所属していますが、
節税も兼ねて2009年に個人事務所を設立。代表取締役には母親の渡辺真由子さんが就任しました。それまでは直接トップコートからアンさんへギャラが支払われていましたが、トップコートのギャラが個人事務所へ入り、給料としてアンさんに振り込まれるというお金の流れに、約5年間アンさんは個人事務所に入っていましたが、振り込まれる給料が少ない気がする。母親の渡辺由美子さんが霊能者に傾倒しすぎているという理由から個人事務所を離れることを決断します。このことを不服として認めなかったアンさんの母親渡辺由美子さんは2017年にアンさんを訴えます。母親の渡辺由美子さんはアンさんが個人事務所の従業員かの確認に加え、調停の席で渡辺由美子さんを名誉毀損した慰謝料と今後20年間の利益をアンさんに対して請求したのです。2017年に始まった裁判でしたが、その後3年間行われたので、アンさんの精神状態もかなりきついものがあったのではないでしょうか。裁判の中で母親の渡辺由美子さんはアンさんの男性関係を暴露、霊能者に傾倒していたのアンの方、既婚者で DV 男性との恋愛相談で頼っていた東出昌大とのホテルの予約からチェックインまで私が行っていた。これに対しアンさんは、被告の努力によって得られた経済的な利益を原告が収奪するという機能を果たしてきたと発言。渡辺謙さんの時と同様に泥沼裁判になりました。裁判所からの提案で一度和解交渉が進められていましたが、2019年3月に一度打ち切られていました。翌年2020年3月に渡辺由美子さんの尋問の予定がありましたが、体調不良を理由に日程は再調整。その中で突如アンさんと渡辺由美子さんの和解が成立したのです。今後私について話さないでほしい、そういった内容で和解したようです。ここまで険悪な和解なら、自分の一番身近な子供なんて会わせることもできないですよね。これまで不仲説がささやかれていた渡辺謙さんとアンさんが一緒に YouTube へ出演したのは2022年8月28日のこと。 YouTube 動画内でアンさんは3人の子供と愛犬1匹を連れてフランス移住することを発表しました。これまで大きく発言をすることがなかっただけあり、渡辺謙さんとの YouTube 動画は2週間で1000万回再生されるほど大反響を呼びました。今回のアンさんの思惑についてマスコミ関係者は、海外で活躍するためのプロモーションの一環だと見解を述べています。 SNS や YouTube 発信は日本国内での話題性を意識していることもありますが、それ以上に海外を意識しているのでしょう。英訳もつけていますし、何よりハリウッド映画やブロードウェイミュージカルに出演している父ケンさんの登場はポイントが高い。彼女にとっては海外へ発信するプロモーションの一環なのではないでしょうか。そんなアンさんですが、2023年7月8日マツコ会議にパリからのリモートという形でメディアに姿を現しました。渡辺謙さんもサプライズで登場し、アンとは民放初の親子共演であることを明かすと、 MC のマツコは、ちょっともうグーの音も出ないわ、いやシャレオツな親子と感激した様子でした。アンさんはマツコさんにフランスに移住を決めた経緯について問われると、最初の発端は本当に思いつきというか、いいかもぐらいな感じできましたと振り返っていました。そんなアンさんですが、フランスでは早くも新しい彼氏ができたとの噂があります。お相手の男性はフランスでモデル活動をされている相当な男前なんだそうで、東出昌大をはるかに上回る男性をあっさりゲットしてきたアンさんに対して、渡辺謙さんも舌を巻いているといいます。相手の男性は3人のお子さんの育児にも理解がある方のようで、アンさんを全面的にバックアップしたいと意気込んでいる様子。渡辺謙さんとはアンさんの通訳を交えながらもフレンドリーに会話しており、関係は良好とのことです。アンさんの久しぶりのハッピーなニュースにこちらも口角が上がる思いですね。今後の嬉しい続報を待ちたいと思います。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。
コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。